ビジュアル系のガラミの仕事がすごい、もうずっと10年ぐらいやってるんですけど、最初の時、笑いを取ろうと思って、ちょっとシャシャった時があって、そのバンの皆さんたちにめちゃくちゃ叩かれて。え<っ>えー、でもまあ最初調子良かったから、自分で一番良かったなと思う時期って、うん、いつぐらいの頃いやでも本当に1年目、2年目ぐらいですかね。オンう,う,うん。音場とにやっぱりずっと出してもらって、練習をしてて、うん 結構音バと出てたら当時学園祭とか営業とかもあって入ったばっかで結構お給料もいただいたのでちょっとなんかなめたところはあったんじゃないかなって思いますでもあれよね初めてさ1年2年でさ露出があってギャラもらえたらちょっとなめちゃうよねそれはねそうですよねああ軽いなみたいな感じに。 僕な、うん、なんか舐舐めめててままししたたと思いました<笑><笑>でも俺当時、まあ、よく一緒になったけど、はい、うわこの人調子乗ってんなっていうふうに思ったことはなかったよ、はい、あ本当ですか、うん、あよかった <laughs> そんなにいやまあまあなんかほら喋り方とかあの軽いトーンじゃない、はいはい、だからまあ,あすごいなんかポップな人やなと思ってたけど <laughs> うん、うん、別にそんな な <laughs> めてんなとか <laughs>、かっ逆にとがってるなとかもなかったし。ああ、尖りは確かになかったかもしれない、ね。<laughs> フラットやなと思って、すごいフラットやなと思って。あんまりその、なんか売れようっていう、そのストイックさみたいなものは当時から欠けてたと思うんで。<laughs> うん、<laughs> それはその頃の魔石で言うたら、全然檜山君の方が俺はもうちょっと、うん、この人ゴリゴリやなと思ってたけど。檜 <laughs> <laughs> 山さんもそういえばこの。<laughs> 出出てくれたちょっと怖くて見てないんですけども <laughs> あ本当にあに相変わらず檜山君やったよ、はい、あ本当ですかそ <laughs> うそうこれはいい意味で尖ってましたか尖ってたというかまああの確固、はい、たるものを持ってる人やななるほどあの18禁の大滝さんのやつは見ました <laughs> <laughs> いや偉いもんで大滝さんも相変わらず大滝さんやったな <laughs> あの背景画でボケる人って、うん 他に言いましたか。今んとこいなかったね。<laughs> そうね。あれを見て、あの、うん、やめようと思いました。<laughs> 背景はそのままで行こうと思いました。<laughs> いや、やってくれたらいいけどな。<laughs> あの、その、自己、自己的に本人の意図性のところで、磁石の佐々木が背景が、あの、兵藤幸姉さんになってたことがあったけど。<laughs> あの前で使った配信のが残ってたみたいな。ああ、そういうのいいっすね。そ,それはあった、ね、偶然的なやつが良かったですね。そうなんや。で、えー、まあ最初は良かったわけでしょ最初良かったです。はい。で、じゃあなんとなく、あれちょっとそんなにトントン拍子にはいかんねえなって思ったってこと、はい、途中で。うん、そう、オンマとも多分6連勝ぐらいした後に、うん、なんかもう3連敗とか4連敗して受<あ>かんなくなったんですよ。そうなんや。はい。で、もうライブでもまあ受けなくなって。 <で>そ,うそうですね、結構私生活が荒れていた時期ですね。<laughs> 私生活荒れたの,の言,え言えない程度に私生活が荒れてた。はい、そうですね。うん、そうで、ほんでちょっと休んだんですよ、半年ぐらい。あライブも出ずに。ちょっと疲れちゃったってことね。そうですね、ちょっと頭冷やしなさいよで。 あの半年ぐらい休んであの私生活乱れたから <laughs> そうですねそれ何年ぐらいえそれが多分2004年とかぐらいですか,、ね、5年とか4年5年でうん、うん、でその後、まあフリップのネタに変えてうん、うん、またちょっとまあライブでも受けるようになってっていう感じですかねで本場とも、まあ、また受かり出してみたいなでもまた再び どういう、どういう、いつの間に芸人辞めちゃったのかなみたいな。ああ、だからフリップのネタにして、うん、まあそこそこ受け出して、うん、で、だオンバトもそれこそチャンピオン大会に、まあ、フリップのネタの方で2。2年ぐらい行ってるよね。あ出て、うん、まあレッドカーペットとかも当時あったんで、に、うん、出てたりしてたんですけど、あのー、ラジオ、ラジオの番組がオーディションで歌って。<laughs> あれよね、日本放送のね。あそうですそうです。2008年の9月から。 はい、もう帯やもんなあれだってなそうなんですよ、うん、だからライブに出れなくなったんですよ1年半ぐらいでもう全くお笑いのことをやってなくてもうあれよねじゃあその間ネタも作らないしライブにも出ないしえそうですねことはネタ番組の仕事とかもきっと来なかったやろうしあもうそうです来なかったですねしかもなんかそのラジオが覆面パーソナリティみたいな形で名前とかも出さずにやってたので <laughs> 宇宙 G メン拓也が。そうですあ<の> <laughs> あの。だから、あいつも今何やってんだみたいな状態にもなってて、うんうん、で、もう、その番組が終わって、ま、ライブに復帰したんですけど、したのねそのねそ後一応ちょっと復帰したんですよおうおうで。でもやっぱりもう、1年半ブランクあると、うん、あんまりウケないし、そうでやっぱりラジオやってた時の方が、 なんかやりがいがあったというか。はいはい、はい、で、そのラジオきっかけで、なんか逆に司会の仕事とか、そういうなんか声のお仕事とかが増えたので、うんうん、そっちでやりたいなっていう感じになりましたね。うもうそのラジオのレギュラー決まったときにさ、はい。おそらくまあライブとかは出れねえなみたいな、ちょっと覚悟はあったよね、き、はい、っと。うん、そうですね。うん じゃあもう,もうそんなにお笑いに固執してたところも多分なかったと思うんで、あ、全然、あ、やったー、ラジオ頑張ろうってなってたんで。まあ、それは大チャンスやもんね、<あ>だって。はい。で、そっから、まあ、声の仕事が増えだして、はい、まあ。じゃあ、お笑いの方はフェードアウトみたいな感じそうですね。完全にフェードアウトですね。うん、あの、うん、そうですね。そのラジオが、まあ、終わってからも、うん、なんかラジオ以外の仕事、毎日、うん。 <っ> e テレのクッキングアイドルの子かなク<う><う>ッキングアイドルあいまいまいちゃんの同謡、うん、のてるさんが最初やってたんですけどやってるさんやってたやってたその後に僕やってるんですよおあそうなんやなのでなんかそっちの仕事とかもあってでなんか逆に芸人の肩書きを捨てたことによりなんかできる仕事とか来る仕事も増えたのでほう<ー>んか例えばちょっと固めの 映画の舞台挨拶とかあはとかん,んかそういうの来るようになって、うん、今すごい家あの後ろ工事してて、うん、あ何の音あなるほどね逆にさちょっと芸人の肩書きを、まあ、ネタはやらないけど芸人の肩書きを捨てずにちょっとまあ続ける人もまあまあ少なからずいるけどそこは別にこだわりはなかった、ね、うん、うん、そうんか芸人 っていう肩書きがついてると、なんか、面白くしなきゃとか、そ、うん、ういう欲も出てきちゃうかもしれないし、で今やってる仕事だと、その自分が目立つことはむしろ悪なので、うん、なんか、それ捨てた方がよかったなって、よかったなと思ってます、す今は、はい。そうやな。芸人ってついてると、ちょっとどっか面白さ求められたりするけどね。ね MC だとやっぱりそこは、はい まあ何うのそこのメインであったりとかその舞台挨拶だったらそのキャストの人であったりとかを今あのビジュアル系のガラミの仕事がすごいもうずっと10年ぐらいやってるんですけど最初の時そのイベントとかでまだ芸人っていう肩書きがあった時にちょっと笑いを取ろうと思ってちょっとしゃしゃった時があって。 その時にそのバンギャの皆さんたちに <laughs> バンギャの皆さん <laughs> ビジュアル系のファンのバンギャの皆さんバンギャの皆さんめちゃくちゃ叩かれて、うん、あいつなんだみたいになってでその当時ビジュアル系の番組も、まあ、今もやってるんですけどうん、うん、プレゼントコーナーとかがあってそのゲストの方の私物をプレゼントっていうコーナーがあってこの T シャツいただきましたって僕がこう。うんうん 持っただけで、うん、お前が触るなーとか。バンギャの皆さんが。れそれバンギャの皆様。怖いんですよ。バンギャの皆さん <laughs> 本当お。俺そんなに嫌なイメージはないねんけど。本当ですか。うん。そのチェキを。じゃあ、放送中に撮ります。で、僕がチェキで、そのゲストの方の写真を撮ると。お前が撮るなー。それはいいや。そうなんですよ。でも、それはええやん。でも、まあ。あ もう10年ぐらいやって、今ちょっと認知されてきて、うん、でも味方になってくれたらもう本当に心強いというか。そういうことだよね。は、う、い、ん。でもまあ、それでいろいろ勉強したと相手をこう立てていく職業なんだなっていうことになったんで、<ー>いい勉強させてもらったなとっみんなが思ってるのと同じこう距離感でやらないと。そうですね。っていうことなんやな。ね、やっぱリスペクトして、はい、<ー>相手をなんか尊敬して好きでやらないとっていう。 それこそ、南海キャンディーズの山ちゃんとかがさ、AKB の仕事しててさ、うん、お前が触んなみたいなのは、まあ、なんかわかるじゃないその異性というか。はいはいはい。はいはいはい、そのビジュアル系で同性でもそれはやっぱ、分か <laughs> っ,、ね、っちゃうんだね、その現象が、うん。自分にとってのも神のような人。まあまあ、そういうことか。はいうん、で、まあ、そっちの方にシフトチェンジしたわけよね。し、うん、ました、完全にはい。もうそこに悔いはない。 僕って多分藤井さんあんまりこう前へ前へ出るタイプじゃなかったじゃないですかそうだね <laughs> 積極性は本当になかったなと思ってああいうところを例えばなんかエンディングとかもっとやればよかったのかなと思うんですけど